宮城、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。岐阜、1、2、3、4、5、6、7、8、9画になります。行書、1、2、3、こういう感じで少し次の画に進む感じでリズムよく筆の少し上げ下げをつけながら書いていきます。抑揚が大事ですね、行書は。では楷書から書いていきます。まず打ち込みですが、しっかり打ち込んで少し左に引っ張る感じです。そしてしっかり止まります。三画目、細く、浮かん無理の横棒は細く書きます。基本口を書く場合は横が細くするとすっきりと見えます。しっかりと打ち込んで、指ですね、指を使って、次は筆順、こちらが先になります。そして横棒して跳ねまして、この線書くときに人差し指使うと割と綺麗に書けます。ちょっと見ててください。この指を使ってここで持ち上げて絞っていきます。絞るっていうのはこうですね。こういう感じで書くとブレずに書くことができます。続いて行書体いきます。これはご覧いただいている通り、沈める、浮かす、沈める、浮かす、沈めるの繰り返しになります。次受けます、次受けます。そしてここも次に受けて持ち上げてからの圧加えて立ち上がって跳ねます。してこうですね。